はい、どうもこんにちは、ゲルです。今ちょっと緊急で動画撮ってるんですけど、これテイラーのギターですね。こちら、また壊れました。これ去年のこれぐらいの時期かな、トップが割れたって言って動画出して、それはもちろん直ってるわけはないんですけど、今回は出力です。エレアコとしての音が出なくなったっていう感じ。いや嘘、音は出るんですよ。なのでちょっとやってみましょう。これ挿してみて、で今足元にアンプがあります。今ここのボリューム絞ってますね。これ上げます。あ、出なくなったわ。あれ、さっきまで出てたんですけどね。出なくなりましたね。はい。というわけで、しょうがない。もう修理してもらわなきゃしょうがねえので、明日修理に持っていこうかなって思ってます。テイラーは国内だとアーティストラウンジ東京さんっていう販売と修理をやってるお店なのかながあるので、そこに持っていきたいと思います。僕今週末、スタジオライブみたいのをやろうと思ってるんですね。2月11日の19時30分から。で、そこでこのギターを今回は使おうって思ってたんですけど、音出ないから、ちょっとまずいんですよね。なのでこれ、重症じゃなきゃいいなっていう風に思ってます。それこそなんか、ここのポットが死んだだけとかであれば、まあなんか交換してもらえば済むと思うんですけど、どこなのかな、プリアンプの部分とかだったりしたら、そう簡単にちょっとわかんないっすね。なのでまあとりあえず明日、僕そんなのね、僕が考えたところでわかんないので、予約したので明日持っていきたいと思います。雪はどうなってんだろう。東京は雪だそうです。で実際どうだったかっていう報告はまた追ってしたいと思います。今日のところはとりあえずただピンチっていう報告だけでした。以上です。あ、じゃあせっかくだから、その今週末の配信ライブの宣伝もしようと思います。僕はそこで弾き語りもしようと思ってるんですね。そう思って最近初めて歌の練習なんかをしています。なので概要欄のリンクから飛んでいただくと、その配信ページ貼ってありますので、まずリマインダーボタンね、押しといてください。忘れちゃうからね。よろしくお願いします。あと、そのもう宣伝ついでなんですけど、今月末2月末に演奏のためのツアーをやる、演奏しに行きます。相模原、名古屋、心斎橋に演奏しに行くって、これ滝沢勝成さんと一緒に2人で行くんだけど、それもこいつを持ってこうと思っていたんですね、今回。まあなので、治ってれば持っていく、治ってなければギブソンかなっていうところです。はい。なのでぜひ各地方の方お越しください。まだチケット取れます。で名古屋が一番大きい会場を取ったんですけど、ちょっとまだ寂しいのでお待ちしてます。じゃあ以上です。バイバイ。大丈夫かな。